さあ、本日もやってまいりました。強中国第、これもナンバーワンの5段ぐらいですね。5ですね、うん、今日はですね、メンバーズキャリーですよね、はい、久保田小池さん、それからメンバーズキャリーでももう一つの、ジムキャリーじゃない、ジムキャリーじゃない、ジムキャリーじゃない、ウィズキャリーですね、ウィズキャリーの久保田小池さん来ていただきました。代表です。よろしくお願いします。お願いします。さて、小池さんも早速始めるんですけど、小池さん、久保田さんが受診、浅尾さんに受診してもらったんですよね。そうですね、僕受診ですね。はい、見させていただきました。これでも僕と3つ一緒なんですよ。似てる言われてましたもんね。そうなんですよ。回復思考、目標思考、未来思考。そうだね。そうなんですよ。1番、小池さん言うてもいいですか ?1 番、2番、全部、5番まで。1番が着想、はい、2番が回復で、はい、3番が個別化、はい、4番が目標思考、5番が未来思考。思考です。あ、5番の未来思考ね。浅尾さんと違うのは何になるんですか？着想と個別化が違うんですよ。でも個別化が僕ね、8番目にあるんで。あ、もうほぼ一緒ですね、はい。着想だけないです。着想ね。着想ある人も僕、憧れるんですよ。あ、思いますか、うん、なんでなんですか？やっぱ、点と点を線で繋ぐみたいな人じゃないですか、はい。新しいも生み出せるし。帰り道とか全部変えるんじゃないですか？それ戦略性やった。帰り道、そう、会社から A までの帰り道を、はい、今日はこっちで帰ってみようとか。ああ、そうやね。ああ、なんかそう、なんかね、着想とか戦略性の人結構多いらしいですね、うん、その時のひらめきみたいなんで、なんか気分ですね。あ、そうそうそう、帰り道は気分です。なんか新しいことが発見できるかもしれんからみたいな感じもあるらしいですよね。そう、へえ、だから着想って素晴らしい。、うん、僕も一緒に、と いやでもそうですね。こいつ、受診する前、なんでこれは受けよう思ったかやね、結局、受診する前。受診する前、こういう診断があるっていうのを知らなくて、うん、で、浅尾さんに、うん、こんなんあるよって教えてもらって、で、なんかちょっと面白そうみたいな、本当そんな感じ。もうちょっと興味。興味も、うん。僕も一緒ですね、僕も浅尾さんに紹介したんです。そうです。あ、そうなんですか。いや、で、そのまま先生だったんです。僕、なんか最上志向の個別化持ってるんで、はいはい、あれなんですよ。多分先生もこいつ言うたら絶対受けるみたいな感じで思ったって言ってました。へ、うん、僕5年かかって今のもうやったのに1回受けてそのまま先生。はいはい、そうなんですよ。だから人のええとこを見たいのがスパンハマったよね、この。ああ、診断に。診断に。へえ、すごい。一番は着想でしょ。一番が着想だし使ってんな、いう時とかあるんですか、その。いや、なんか、うん、その浅尾さんの診断を受けるまでは、うん、自分が結構普通だと思ったんですよ。なんかね、うん、こう結構妄想っていうか、私妄想しながら、うん、全部色もあって動いとって、ストーリーなんですよ、私の妄想と違ってた、ね、でもそれをが普通だと思っとったんですけど、ガサオソの診断受けて違う、うんうん、なんか未来思考ですね、完璧未来思考ですね。動画で映るんで、あ、そう、はい、動画じゃないんやね、みんな、うん、もうみんな静止画なんです。僕は白黒で静止画。それもびっくりしたっていうのはなんか結構ありますね。浅田さんは共感できるでしょ。僕も全然一緒に、その僕小雪ちゃんとやったら多分2人妄想で出るときどこも行くんやろ、ね、その場合こう 3D でよかったな、今日も楽しかったな。それができる、すごいね。そう、それが結構びっくりやね、うん、みんな私と一緒だと思ったんですよ。はいはいはい、はい、こうイメージとかの出し方とかで結構こんな感じでみたいな説明の仕方多かったんですよ、うん、もう私は妄想があるから、はいはいはい、けどそれってやっぱ伝わらへんかなと思って、うんうん、そこは結構気づきですよね。なるほどね、うん、
まあ、しかも未来志向の中で妄想しながら着想が出てくるんで、はいはいはい、アイデアがもう旗からしたらもう見える、ほんまにね、何言ってるか分からないでしょ。そうなんですよ、だからこれを受けるまでは私は普通っていうか、なんで分からへんの、なんで分からへんのと思ってたんですよ、ずっと。いやもう絶対それあると思う。そう、何言ってるか分からんときあるんですもんね。でも未来志向とあの着想の人って、おでもなんかちゃんとこう教えてもらって、あ、私が思ったことは私だけなんやと思って、ちょっと言い方とか伝え方とかは結構気をつけるようにはなりました。そうよね、うん、でもそれはすごいいいことですよね、うん、自分の武器ばかりでね、うんうん、いいことです。あ、そうか、気になった点ってあったんですか。いや、僕ね、一番最初に気になったのは着想が1位で、回復思考が2位なんですよ、はいはいはい、ひらめきたい、壊したいという着想のエネルギーから、はい、元の状態に戻したい回復思考でしょ。はいはいはい、ほんまやね。これ、頭、こう、精神状態どんなんなんやろ。どんなんやろ。要は、着想って、まあ、次から次へとアイデア出していきたいんやけど、はい、回復思考って、元のある状態に戻したいから、うん、あ、そういう価値観の人ですもんね。だから僕もそうなんですけど、僕未来思考で回復思考、未来思考で回復思考で、プラスそこに着想があるじゃないですか、はい、未来のことのミーティングがしたいんやけど、気づいたら直すとこばっかりそうミーティングしてもらってから、こう悪いとこができてないとこが、ね、ね、ま、前までちゃんと笑顔で挨拶できとったのになんでできなくなってるのとか、うんうんうん、っていうミーティングに変わったので、僕がミーティング始めたら大体みんなもシェーンとするんですよ。未来見とんのに、うん、手前の目の前のことにブレーキかけてしまう。そうなんですよ、うん、これがね、幹部のミーティングやったら未来のことばっかり言うんですけど、うん、全体とかになるとなんか直すばっかりですね。なんかこうどうなってるのかね、気になりますよね。なんかすごい気になる、うん、気になる、めちゃくちゃ気になる。なんか店とか行ったら、こっちのこうスタッフめっちゃ見てるもんね。あー、スタッフ、あ、スタッフね、話聞いてるのにここに置いてる。い、気がちゃうとこ、気がちゃうとこ行ってる、気がちゃうとこ未来行ってるもんね、未来、うん、気になるんですよ ね、 すごい。回復思考ってそういうとこあるかもしれないですね。めっちゃ気になるかもしれない。うん、今動画撮ったら大丈夫だよね。ちょうどちょうどこういうこともあるから、僕らのこともあるさっきめちゃめちゃ映っとるから、ありがとうございます。すみません、部長ですけどね、ちょっと映らんか、いや、まあ、マジですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょうど飲みたかったですからね。そうだね、めっちゃ面白い。改めて見たら、ほんまに面白いなと思うね。着こそ回復で、個別化目標なんですよ。僕と全くほぼほぼないですよ、僕。それね、僕個別化だけです、一緒。僕と澤さんは違うからね、全然全く違うもん。だから多分仲良いと思うんですけど、うん、これって全く同じ同士は仲良くなるんですか。いや、多分仲いいんじゃないですか、うんうん、だから結局の、俺と小雪ちゃんで言ったら未来志向、目標志向、回復志向があるから、はい、この3つで会話した時は何のストレスもない。あ、こいつ分かっとんかなもないし、うん、全く逆の人と喋ってたらこいつ分かっとんかぐらいの、それがないから。へえ、例えばここ直さなあかんよねって会話するときに、うん、あ、ほんまそうそう、それな、私も気になったねとか、うんうん、なるべく回復思考とかじゃなくて、最上思考とかやったら、はい、いや、まあ、そんなことばっかりだけど、ええとこ伸ばしていこうぜみたいな、あ、タイプなんでね、ここはっていう、うん、でもパートナーで、仕事のパートナーで言うたら違う方がいいとか、うん、そうそうそう、そういうのもあるよ、組み合わせで、組み合わせで、回復思考の人は正常の状態もどうするんですけど、はい、正常の状態からが最上思考好きなんで、はい、正常の状態じゃない状態の人は、人というか物とか人はあんまり興味ないというか、うん、じゃあ人材教育とかで言うと、はい、回復思考が人をそれらまで それなりに持ってきて、はい、最上思考の人にパスするとかね。へえ、そういうなんかつながりができる役割みたいなこうあるんですか。で、なんか個性豊かな子が揃ったなと思ったら、そこのボスを個別化、もっと、まあ、小池ちゃんとか
個別化の人を入れて、うん、みんなそれぞれに生きるように教育してもらうとか、うんうん、そうだね。例えばもう理念とかの教育でとかやったら理念のことを教えてほしいのに個別化選んどったらその子自体は理念を理解しとんだけど伝え方がバラバラになって理念がバラバラになるんだけどね、うん、それだったら規律性モットをここに理念だけ言ってもらうとか、はいはいはい、あ確かに、うん、そうだね、理念とかがあるで個人の能力のところになると個別化をここに込んで、うん、おーそれ使い分け、うん、あそうそうこっち側はでもそれがこれじゃあできるから個別化持ってほしい、うん、目標未来目標を立てて、うん、でこのケースはでウィズキャリーはこの子にちょっとやその教育してもらおうかなとか、うん、そうそうそれで分けとし何やったら新卒の子もそれもう先に受けてもらうから受けて振り分けしとへえ会社でうんどっちか言ったらこれであの人事決めと結構ね、だからなんかね、採用で落とす落とさんじゃなくて、入ってもた人はこれ見たらええね、うん、ほんまに。ああ、入社した人、うん、もう今、現時点でいる人。いる人を見て、あのあやっぱこいつ、こういうとこ向いてんじゃなくて、改めて可視化できるからね、あ見える化できるから。いや小雪ちゃんのところも、もしあれだったら、このセッションを受けなくていいから、これだけみんな受けてもらって、はいはい、小雪ちゃんが全部嫉妬だけで違う。あでもそれはめっちゃ考えてて、それめちゃくちゃいいなと思うんですね。多分なんかそれの持ってる人に対しての言い方みたいなのがあるんですよ、うんうん、多分ね。そうなんでわからんのやろっていうのが多分ちょっとなくなると思う。ああそれ今めちゃくちゃあるんで、うん、ちょっと受けてもらいたいな。その言い方はなんかちょっとね。そう。多分あれかもしれんけど。だからね、未来志向の人ってああなったらいいなとか、なんか夢好きじゃないですか、結構ね。で、見とるから多分見とるようなと思うんだけど、言うこと、あの、めっちゃ伝えとうと思ったんや。めっちゃ伝えてると思う。未来志向、目標志向のこのセットにある人ってね、どっちかやったらあの漠然と伝えますよ。ああ。こっちでは完成しとるから、これこうやね、あとよろしく、あしとってよって言っても、向こう、え仕事せえって言われただけなんやけどみたいな、そうだね、うん、あまだその子やったけど、僕みたいな調和性持ってる人やったら分からんけど、はいはいはい、言うてもらうからあ分からんけど分かっていいんやみたいな、だから危ないしね、だからちゃんと伝えたかっていうのはね、うんうん、だから注意点そこかもしれないけどね、まあ、独創的なんで、うん、考え方がちょっとそうなってて未来志向なんで、いやほんまやばいっすよ、うん、やばい、やばいいい意味でクリエイティブ、ぶっ飛んどうとか、ぶね、ちょっと変わる、ぶっ飛んで、ぶっ飛んどうことが魅力やから、そのぶっ飛んでることが魅力、そう、肌から見たら、肌から見たらぶっ飛んどうのが魅力で、でも本人はさ、もう明確やから別にぶっ飛んでないの、あストーリーが出来上がったから、はいはいはい、でもそのストーリーを見ながら喋っとうから、あの何ちゅう、映画見ながらこれおもろいねって俺は言ったんやけど、向こうにはその映画は見えてないから。あ、まあ、そうそうそう。だから、ね、え、何を見て言っとんですか、この人みたいなことにはなりやすい。俺も、それで悩んで、強みしないって、初めて俺も。ああ、そうなんですか。なんで伝わらないのかなと思って、行ったら、もう1位未来志向みたいな、はい、うんうんうん。それからスタート。へえ。なんか、カウセリングみたいなと思うんですか。いや、でもこれ、すごいですよね。未来志向の人って、ほんまに。あの、たまに、僕も知り合いでおるんですけど、あの未来志向と着想を持ってる、ね、人がおるんですけど、その人は全部言ったらあかんねんって、あの社員さんに、うん。もうやることだけ、あそれやってほしいことをやっても、全部多分理解できへんので、うん、多分頭出したらもう、何、六法全書みたいなのができそうな内容なんですよ、うん、ほんまに。めちゃくちゃ未来描いてるっていうか。うん、AI 利用して、製造業をどうして、貸して、こうしていくんやみたいな、めちゃくちゃすごいんだけど、社員さんはそこ全部いい、まあ、飲み込めるから、多分飲み込めるからね、うん。ここ行くために、ここの部分はまずやっていこうっていうのを伝えた方が、社員さんは動いてくれるかもしれない。あ、このね、私の未来の、うん、中の、まずフェーズ1でから理解してもらうとかね、うん、次、2、3で行って、で、結局私したかったらここやね、みたいなのが出たら、めっちゃいいかなと思う。ここを伝えるような人はどういう人が増えたんですか、うん、
どうなんだろう、コミュニケーションとかは。コミュニケーションだし、僕はね、適応性の人を選んどうかな。今が大事っていう人。はいはいはい。要はその適応性を持った人は俺に何て言うかっていうと、はい、未来のことばっかりせんと、今をちゃんと見てください、今の現状を見てくださいって言われるんですよ。へ、いや、見とうからええやんって言うんですけど、あんた見てくれとはやめて、そういうの俺が見んでもええやんって言うんですけど、その今がめっちゃ大事な人やから、僕はそこにその人に伝えてもらってますよね。ああ、なるほどね。資質が緑じゃないですか、関係こっちから、どっちにしたらいけるかなみたいな。適応性。適応性。いや、それ聞いたら、なんとなく授業の子とかにちょっと受けてもらう。うん、いや、でもさ、ほんまにね、あ、こいつこれ持ってたんやみたいなのあるからね。ああ、意外とね、意外みたいな。戦略性の子多いともいいかもしれないしな。あ、戦略ってのはこう、考えるっていうか、そうそう、こうしたいんだってことに対して、はい、そこまでの行くまでのあのやり方とかを検討していってくれる人やから、あ、こんなんどうですか、こんなんどうですか、で、それに対して小雪ちゃんが、じゃあこっちかなみたいな、はい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 、そうだね、意思決定するだけにしてる、うん、戦略性もシミュレーションできますよね、うん、ゴールも、うん、そうそう、うん、へえ、あの戦略を立ててもゴールまで考える、そうそう、エネルギーがその検討したいっていうのがエネルギーやね、戦略性の人、うん、いろいろ検討したいって、あ、へえ、面白いですね、そうそうそう、僕らはそんな、いや、ここやんってなりたいから、そうですね、うん、もうなんか戦略がないね、うん、それはいいかもしれないですね、うちらも欲しいですもん。うちらも外部の人にその戦略性を、うん、ね、マーケティングの先生だったり、あ、まあ、あの坂木原さんなんかはどっちかだったら戦略性強いんで、へー、うん、ゴールを、こいちゃんゴールここ決めましたって言ったら、こ3通りぐらいに行き方あるけどどれにしますみたいな感じを出してくれる人ですね、うん、戦略性。でも小雪ちゃんの右腕にするんだったら活発性を持った方がいいと。活発性ですか、うん、こんな僕が右腕になりましょうか活僕らガチガチ活発性なんで、僕らがまた多分うまいことなんかやっていけるのも、僕が未来志向で活発性、未来志向の相棒は活発性がいいって言われた、ああ、そうですね、活発性だったらどんな人なんですか。結構ね、スタートが上手なんですよ、すぐ動く人、あー、やるかって言ったらパッと動く、やりましょうか、やりましょうか、やるで、ここから始まるのね、うん、で、俺らはさ、あ、こんなんして、こういうのにしたいんやって言って横向いたらもう走ってくれとした、あ、めっちゃいいですね、うん、そうなんですよ、うん、最高、うん、活発性、思いっきり使いますね、うん、したいこといっぱいありません？めちゃある、めちゃある、え、めっちゃありますよね、とりあえずやってみるタイプなんですよ、活発性ね、俺らはもう妄想することやめたらただの人になってまうから、ただの人廃人になる、木曜しかもあるでしょ、そう、木曜しかもあるんですよ、すごい、めちゃくちゃ似てるね、朝さん、いや、めっちゃいいな、そう、目標もうね、周りのもう余計なものは全部もう剥ぎ取って目標一点集中でしょ、うん、これができる人はすごいですよね、剥ぎ取れたんですかね私は、いや、それが上手に使えれるようになるっていうのがそうやねんな、これ多分うまいこと使えてません、僕はね、剥ぎ取れてない、普段話しするじゃないですか、どうもしたいなって、そう、着想がもう剥がれてもそうです、未来志向って着想が変わって働いてもどうなんですね、剥ぎ取れてる気がしない、うん、だからその目標志向をちゃんとこう明確にして使っていくっていうのは今からそうですね、トレーニングする感じね、マジアリさんな、こうなっていったら個別からちょっとだけ一瞬邪魔するんかなとか思ったりもしますけど、みんなそれぞれでいいやんと思うんやけど、私はこっち行きたいと思っとうから、強いから、あ、個別がまさにもうみんな違ってみんないい人なんで、うん、でもそれをそれをうまいこと使って、その頃まあことを悪く言うとしたら、利用その特性を利用して会社を上げていくっていうイメージができたら、しおちゃんなんだよな気になるねうちのあのスタッフさん、スタッフさん、あ、もう時間だね、あ、すいませんすいません結構早いんですよ、だいぶいっとるぞこれ結構早い、うん、
最後にね、はい、小池さんから受診を今後してした方がいいなっていう人だけちょろっと言ってもらって、え、どんな人が受診した方がいいかな。そうそう、どんな人を受け取ってください。そう、浅野さんの診断の仕方もあるし、僕の診断の仕方があって、はいはいはい、なんかどっちも体験してもらってもいいしね。あ、どんな人、いやでも私はまずその一緒に働いてる子に一回受けてもらおうかなとはやっぱ思いますね。でちょっとみんなの見てみたいなっていうか、もう全然伝わらへんっていうのが結構多いんで、そうですね、相互理解ちょっとできてないよなっていう人らが受けたら、そうだから、それを私が知った上で私の言い方も変えれるじゃないですか、だから一回ちょっと受けてもらおうかなと。なるほどね。思っております。はい、素晴らしい話でした。ありがとうございます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。お参照ありがとうございました。一応最後誰に紹介しないか分からんですけどね。ありがとうございました。